はい、P99 を打ってみての感想です。まずホッキング結構硬いですね。特にここ上がこうすぼまってることもあって、持ちにくいというところもあるんですが、ちょっとやっぱり、硬いと思います。それとトリガーは遊びがあってここで落ちますが、まあちょっとやっぱり硬めかなという感じですね。あとはまあ試写をご覧になっていってお分かりだと思いますが、スライドストップが球があるのに、かかってしまったり、逆に球なくなったのにスライドストップかからないということがあって、ちょっと不安定だなというふうに感じました。まあ外観はごつくて、とてもかっこいいですし、グリップもすごく握りやすい、私の手にはぴったりするという感じなんですが、ちょっと今言ったような点で、不満があるかなという感じです。 あとここのところ一応20ミリレールになってますので、まあライトとか、つけようと思えばつけられると思います。ただ私、タクティカルライトと思ってないので、とりあえずフォアグリップで試してみると、こういう形で、ぴったりとつけられます。はい、以上で P99 の紹介を終わります。